皆さんこんにちは。今日はこの新海2の48課を一緒に勉強しましょう。48課では使役形を勉強します。使役とはある行動を他人に行わせることです。それでは早速始めましょう。使役には3つの意味があります。1、強制指示。相手の要求に対して嫌だけどしなければならない。例えば、先生は学生に毎日音読をさせます。2、許可、容認です。相手の要求に対していいよという気持ちです。例えば、私は子供を行きたい学校へ行かせます。3番目、気持ちを引き出す。例えば、私は彼女を喜ばせます。反対に、彼女を泣かせます。みんなの日本語48課では 1,2 を勉強します。この 1,2 は上から下への強制指示許可です。自分より年齢立場が上の人には使えませんので気をつけてください。下から上へはお願いになりますから、でいただきますなどの表現がいいですね。これは41課で勉強したので、復習したい人はこちらでビデオを参照くださいね。1番の文型です。息子をイギリスへ留学させます。このさせますが使役動詞です。私、この場合は母か父ですね、が言って、息子はそのようにします。だからこの文章の主語は私。私は息子をイギリスへ留学させますとなります。では使役動詞の作り方を見てみましょう。グループ1はアダンにします。そしてせますをつけます。行きますは行かせます。話しますは話させます。待ちますは待たせます。飲みますは飲ませます。取りますは取らせます。いの時はあではなく内形と同じではになります。なので買いますは買わせますとなります。グループ2、グループにはますの前にさせを入れます。食べさせます。見ますは見させます。調べますは調べさせます。グループ3、グループ3は2つだけなので覚えましょう。来ますは来させます。しますはさせます。宿題をさせます。掃除をさせます。2番目の文型です。娘にピアノを習わせます。この習わせますが使役動詞ですね。私が言って、娘はそのようにします。私は娘にピアノを習わせますとなります。では文型1の人を何々させますと、文型2の人に何々させます、このおと2の違いを見てみましょう。文型1の形は、人は人を使役。文型2の形は、人は人に使役。この2つの違いは、使役の動詞が自動詞か他動詞かです。他動詞か自動詞を簡単に見分けるには、おを伴っているかどうかです。おがあれば必ず他動詞ですね。ピアノを習います。
実は他にももっと簡単に人か人にを決める方法があります。それは後ろの文章にをがあれば人に何々をさせますにです。反対に後ろの文章の助詞がを以外、例えばでとにえなどでしたら人を何々させますをになります。教科書の116ページをよーく見てみてくださいね。もう一つ、詩益を使った依頼文を見てみましょう。詩益動詞の手形プラスいただけませんか？これは誰かに何かを頼むときに使う依頼の文章です。詩益動詞を使い、その行為をすることを私に許可くださいと相手にお願いする文型です。例えば、明日レッスンを休ませていただけませんか？休むという私の行為に対して許可をくださいということです。以前26課でこの文型を勉強しましたが、あの時は詩益形ではなく普通の手形でしたね。それは相手へその行為をしてくださいとの依頼です。日本語を教えていただけませんか？教えるという行為を相手に依頼しています。並べて比べてみましょう。相手がする、ここに車を止めていただけませんか？相手へ行為の依頼です。私がする、ここに車を止めさせていただけませんか？私が行為することへの許可をもらう。わかりましたか？はい、それではリスニングです。今日熱があります。咳も出ます。鼻水も出ます。学校へ電話して何と言ったらいいですか？考えてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。